興奮を生み出す前の静かな熱に包まれています。ふるさとの代表としての誇りを背負う次代のランナーたち9人が晩秋の 42.195 キロをたすきでつなぎます。福島経由で4年後の東京を見据える選手たち、さらに世界がライバルとなる夢を描く若きランナーたちが躍動します。オリンピアン3人が出場する今大会、そのうちの1人、リオオリンピック 5000m 日本代表、東京上原が1区を走ります。4年後期待の群馬、東日本最速ランナー岡本など1区は実力者が揃いました。それぞれが限りない情熱を秘めています。スターターはリオオリンピック男子 400m リレー銀メダリスト、飯塚翔太さんです。この後特別ゲストとして番組にもご出演いただきます。号砲が福島の空を貫きました。第32回東日本女子駅伝がスタート。晩秋に映える黄色のたすきに彩られた18都道県の1区のランナーたちが疾走していきます。大学実業団の選手と未来を背負う中高生の逸材でたすきをつなぐ東日本女子駅伝、出場都道県チームです。ナンバーカード1の北海道から順に今回巻き返しを図る地元福島、連覇に向け最強布陣で臨む千葉、オリンピアン2人を擁する東京、この2強が優勝勢力図の中心です。そこに割って入ろうかというナンバーカード18の静岡までの18チームが頂点を目指していきます。この状況の中、18都道県の1区のランナーたちが競技場を後にして6キロの道のりを駆け抜けていきます。さあ早くも東京上原がレースを引っ張るような感じになっています。ランナーたちが走りで語る未来、足跡は4年後の東京へ、さらにその先の世界へと続いていきます。福島から未来が生まれる、駆け抜ける9人のランナーの躍動感がいずれ世界がライバルとなることを証明する 42.195 キロ、飛躍する可能性を秘めた女性アスリートたちがふるさとの思いを乗せて輝かしい道に挑んでいきます。リオオリンピックランナーが登場。上原美幸20歳、第一生命グループ3年目、やはり引っ張っていきます。それについていくのが静岡の安藤由香、鈴木浜松アスリートクラブの3年目です。さらに18歳の岡本晴美、群馬の姿も見えています。それから14番は神奈川長浜由美香、高校3年生。さあオリンピアンに高校生が食らいついていく展開となるんでしょうか。1区は全員が22歳以下です。まさに明日を担うランナーたち、憧れの先輩を必死に追いかけていつの間にか強くなっていく、今年も絆の 42.195 キロをお伝えしてまいります。およそ5000人が走り16人のオリンピックランナーを生み出しました東日本女子駅伝、32回目を迎えています。今年も解説増田明美さんとともにお伝えしてまいります、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあオリンピアン登場ですが、すごいですね、1区からね、はい、オリンピアンの上原さんに対して、はい、こう挑もうとする威勢のいい選手ばっかりですね。高校生8人も負けてますね。そうですね、もう群馬の岡本さんはなんか出るタイミングを狙ってますし、はい、また画面右側では静岡の安藤さん、はい、都道府県女子駅伝でも1区2年連続区間賞でしたけども、ね、みんな上原さんの胸を借りようじゃなくって、もう挑戦しようっていうこの意欲的な走りがスタートから始まってますね。そうですね、神奈川の高校生長浜、そしてその隣には秋田の鈴木の姿も見えています。まもなく1キロを通過してまいりますが、この辺りのスプリットどれくらいになるんでしょうか。3分12から13くらいでしょうかね。まずまずですね、入りとしましたらね、はい、まあ、今日暖かいですからね、コンディションもいいですし風も今のところないので、はい、これからどんどんペースが上がりそうな雰囲気ですよ。このままいきますと5キロは16分0秒、6キロだと19分12秒という速いペースになりました。千葉、はい、千葉12番の左からの、加世田さんが高校生が、はい、この目力がすごい、つけていますね、成田高校の後輩なんですけども、ね、はい、まあ、礼儀正しいですし、もう勝ち気で活発で、まあ、こういう上原さんに対しては一番やる気満々ですね、この加世田さん。ほらほら、加世田出てますね。加世田出てるよ、第一放送車塩原さんに振るかもしれません、うん、はい、ランナーたちは福島市を走っています。ご覧いただいているのが忍山、福島市のシンボル、健脚の神としても知られています。市民の憩いの場、その忍山が見下ろしているランナーたちですが、3.5 キロ地点で動きがありました。
出てきたのはなんとなんと高校生です。第一放送車、塩原さん。いやこれ吉川さん、一区中間点のその看板、その目印を合図にしたかのように飛び出しましたね、ポンと。はい、本当にラストスパートかのように一気に飛び出し、ピッチもかなり出てきています、はい。もうどうでしょうか、2位以下を100メートルぐらいの差をつけた感じになってますかね、はい。2位には群馬、さらには長野、東京、それから静岡がつけているというようなことになっていますか。はい、加世田選手、はい、ここから離すのではないかというぐらい、まだまだ勢いが続いているんですね、はい。でラストもう一つ、ラストが持ち味なので、うん、もう一段階上げたいということを言っていたので、はい、ここからもう一段階上げてくるのかなと思うとすごく楽しみですね、さあこの動きに対してライバル勢はどんな対応を見せていくのか。1区で動かしてみせたのはナンバーカード12番千葉の高校生ランナー加世田の走りになります。増田さん、成田高校3年生の加世田が100メートルほど突き放しているというやっぱりねって感じなんですよ。度胸がありますからね、はい。でリオオリンピックの上原さん の, あの走りにも刺激もらってて 147.5 センチ、はい、37.5 キロなんですよ加世田さんは。なるほど。でジョッキングの時のペースもいつも速くて、だいたいジョッキングのペースが1キロを3分40から4分で走るという選手なんですね。東京の上原5位グループですね、秋田の鈴木優香と並んで走っているようです。そして先頭に戻ります、千葉の加世田です。レース前にコメントを聞いていますのでご覧ください。まあ、自分らしい走りをしてしっかり2区の選手にいい流れを持っていけるように挑戦するレースをしたいです。4キロまでの1キロスプリット3分等と上げました、はい。2年生から加世田さんはブレイクしましたね、で今年の7月にポーランドで開催された、はい、アンダー20世界選手権がございました、はい。世界選手権で日本代表で出場しまして、はい、自己ベストで走って5000メートル15分39で8位に入賞したんですけども、はい、終わった後に自分はまだまだできるって言ってもう不満足だったんですね。だからまあそういう悔しさも世界を見据えた上でここで爆発しているんだと思います。いや上原美幸を、岡本春美を、安藤由香を従えてという走りになっています。千葉は連覇に向けてという視界良好の加世田梨花の走りです。さあそしてまもなくランナーは 4.5 キロ地点、ランナーの視線の先には福島県庁が見えてくると思います。この福島県庁が見えると残り1キロを迎えるということになります。115号線を今越えています。いや千葉の加世田梨花がリードを広げています。県高校駅伝では1区区間新記録2位と71秒差というぶっちぎった加世田、この社会人ランナーオリンピアンを相手に快走を見せています。この走り、いやー迫力がありますね、はい。この 147.5 センチに見えないでしょ、ストライドが大きいですからね、はい、走ってる姿が大きく見えるんですね、はい。でどうして大きいストライドかというと人の2倍も3倍も補強運動をするんですよ、腹筋運動などは側筋から何か1000回以上やりますから、はい。だからこのストライド走法を保てるんですね。なるほど。加世田まもなく残り1キロを迎えようとしています。千葉の加世田は5キロを15分59で通過していきます。さあその後ろですけれども、その差はどうでしょうか。3人が追っているわけですけども、塩原さん、その差はまだ、井草さんね、はい、東京が遅れてますね。現在6位、22秒の差がついています、はい。先頭の千葉から22秒の差がついて東京6位です。ですから2位争いの3人は今2位に上がってきたのがこれ長野ということになりますね。長野の小田さんです。静岡と続いてますか、はい。やっぱりちょっと上原さん疲れが出てるんですね、7割ぐらいって言ってましたから、まあ、気力では区間賞ってことでしたけども、やはりオリンピックにピーク持っていきましたから仕方ないところもありますね。高校生の加世田梨花が先頭、そして現在の2位も長野の高校生和田、若い力が引っ張って、そして群馬の岡本春美が現在3位につけているという状況になっています。東京は現在22秒差5位グループという情報が入ってまいりました。まもなく残り500メートルです。高校3年生17歳の加世田、高校生は区
冠賞を取るということになりますと、これは未来が本当に開けますね。しかもね、そして和田が、はい、今取りましたけども、たすきを取りましたけども、長野の和田も迫ってきています。 1500m の強さをここで生かすのかどうなんでしょうか。区間新記録になるかもしれないですね。ここから上げていくと、あるいは区間新もあるかもしれません。そしてやはり岡本もついていく、そして静岡の安藤もついていきます。まもなく忍橋、さあラストスパートに入ります。高校生が区間賞ということになりますと、まさに久々です。アトランタの年に渋井陽子が高校3年生で区間賞を取りました。それ以来、さあ、迫ってる。長野の和田さんは自分の持ち味は今年に入ってからこのラストにキレが生まれたってことを自信に持ってますから、ちょうどいい感じでこう今抜こうとしてますね。若干苦しそうな走りになりましたけれども、みるみる差が縮まってきました。区間賞争いはまだ分かりません。千葉なのか長野なのか、3位に現在群馬、そして静岡と続いています。第一中継所が近づいてまいりました。第一中継所は福島テレビ鈴木浩一郎アナウンサーです。今抜きました。リオオリンピックランナー、東日本最速ランナー、エース級の大学生、それらを全てしのぐ形で第一中継所トップで向かってきたのは、ナンバーカード17番長野県チーム、なんとなんと高校2年生和田優奈です。高校2年生の2人が前を行く形、ナンバーカード17番和田優奈が、長野県の最速ランナーが今たすきを出しました。長野県が区間賞、そして2位で千葉がたすきを出しました。加瀬成香がたすきを渡しています。そしてナンバーカード10番、3位で群馬が行きました。その後ろ少し差がありまして、ナンバーカード18番静岡がたすきを渡しています。長野県は5年ぶりの区間賞となりました。そしてナンバーカード5番秋田がたすきを渡しています。ここから少し後ろの集団とは差が開いています。ここで来ました、ナンバーカード13番東京の上原美雪、リオオリンピック 5000m 日本代表上原美雪、今たすきを渡しました。初優勝を狙う静岡にはこの夏世界を経験した清田、2年ぶりの優勝を狙う千葉は大学トップランナーの加世田、連覇を目指す長野は去年1区区間賞高校3年和田、1区から高次元の走りに期待です。スターターは2009年東京マラソン優勝、この駅伝も過去8回走った那須川瑞穂さんです。この後スペシャルゲストでご出演していただきます。ふるさとの誇りを胸に鮮やかな黄色のたすきをつないでいく第33回東日本女子駅伝がスタート。大学実業団の実力ある選手たちと将来の魅力ある中高生の逸材が織りなす東日本女子駅伝、18の都道県チームが出場。ナンバーカード1の北海道から順に入賞を狙う地元福島、 V 奪還目指す千葉、さらに上位を伺う関東勢、群馬、埼玉、東京、神奈川、連覇なるか長野、そしてこの夏世界陸上ロンドン大会に出場した清田と安藤を擁するナンバーカード18の静岡、この18チームで東日本の頂点を争っていきます。3年後の東京オリンピックを見据える選手、さらにはその先の夢を描く次世代のランナーたちが駆け抜けていきます。福島から世界へ羽ばたく未来が生まれる舞台、ここからオリンピックを走るトップランナーを多く輩出してきました。まさに世界へ飛躍するための助走にしっかりと伴走してきた東日本女子駅伝、羽ばたいた先にある輝かしい景色に思いを馳せながら、競技の誇りを最高の形にするための9区間 42.195 キロが始まりました。18人のランナーたちが飛び出してまいりました。世界陸上マラソン代表の清田、そして埼玉の阿部ゆかり、この2人の実業ランナーが引っ張る形ですが、茨城の須藤光もその2人を見据えています。そして和田優奈がセンターライン側から出てまいりました。さらに千葉の駅伝娘加世田梨花、名城大学の1年生も前方に位置しています。高校生は福島小寺彩花、それから7人が、走っていますが、群馬の井恵美穂、そして神奈川の吉村玲美もこの前を追っている展開です。まさに未来は明るいと思わせてくれるような、嬉しくなるような強い18人のランナーたちです。日本陸上界の希望の光がここにあります。眩しいくらいの 42.195 キロ、これからご覧いただきます。ぜひ応援してください。まもなく1キロのスプリットということになります。
どうでしょうか。3分20ぐらいですかね。割とゆったりめに入りましたね、はい、ちょっとここから風が横風になりますからね、位置取りも大事ですね。千葉の笠田さんなんかはね、2週間前の全日本大学女子駅伝名城大学優勝の立役者ですから、はい、今乗ってますからね、いい位置取りですね。はい、はい、さあ清田のレース前のコメントが届いていますのでお聞きください。社会人がしっかりチームを引っ張っていけば雰囲気よく助けをつなげられるのではないかなと思っているので、チーム順位としては優勝を狙って、個人としては区間賞を狙って走りたいと思います。個人としてはもちろん区間賞の走り、9区には安藤が控えていますが、少し縦長になってきました。何人か、遅れてきているようですが、第一放送車森さんいかがですか。4キロ手前にしてナンバーカード18番黄緑のユニフォーム、静岡の清田が明らかに上げてきました。これ吉川さん、仕掛けで最初の仕掛けですね。はい、3キロ過ぎにピッチを上げて離すぞという、はい、力強い走りに変わったかと思います。はい、3キロ9分58、今4キロ13分16、今この1キロは3分18、まずはやはり清田が仕掛けてきました。その清田の最初の仕掛けに対して周りの反応は吉川さんどうでしょうか。はい、和田さんと、加瀬田さんが、すぐにつく形で対応できているかと思うので、はい、ここからしっかりと、話し切ることができるかどうかで、順位が変わってくるかなと思います。静岡の清田は基本は最初は様子を見て牽制しながら、誰も行かないならやはり私が行きますというふうに話をしていましたが、その通りの形になりましたね。はい、その清田の仕掛けに対して長野の高校生の和田、そして千葉の加世田、名城大学の1年生、そして埼玉の阿部、この辺りがついています。レースが動き始めました。チャレンジしているのがいいですね、はい、和田さんなんかここで清田さんに勝ったら大きな自信を持って次に進めますので、まあ、今日は標的にされてますね。清田さん、第2集団の高校生も頑張ってますね。岩手の鈴木、宮城の三浦、そして、福島の小寺、この辺りがついていってます。7人もね、1区で高校生偉いです ね、はい、ね、1区は高校生7人がエントリーしています。もちろん全員が県高校駅伝で区間賞を取っている強い高校生です。そして、あ、千葉のこの小柄な選手、ナンバーカード12番が加世田梨花です。森の都駅伝の優勝メンバー、残り1キロからが勝負と語っていたんですが、どうですか増田さんの目にはこの加世田の走り。小気味ですね、はい、147.6 センチって刻んでるんですけど、あ、これ和田が先頭に立ちましたよ、はい、去年区間賞の和田、そして加世田、それに埼玉の阿部ゆかりが絡んで、この3チームが上位3強形成。そして神奈川の吉村玲美、白鵬女子高校2年生、この選手もついていっています。さあ、まもなく福島県庁前を通過していきますと、残り1キロを迎えますが、色づいた並木が選手たちを迎えてくれています。レースが動いております。先頭は和田、区間賞となれば2年連続の区間賞ということになります。先頭は5人から6人でしょうか。第2集団に福島、そして茨城、さらにはナンバーカード3番の岩手、そのあたりの姿が見えています。先頭は残り1キロを切りました。さあ、清田が少し遅れていますか。森さん、清田遅れました。5キロを16分29で通過して、残り1キロを合図にして、去年区間賞を取った長野の長野東高校3年生の和田、2年連続区間賞に向けてまずはスパートをかけてきました。吉川さん、どうでしょうか。はい、そうですね、和田さん、しっかりとスパート、切り替えが5キロからできていたかなと思うんですが、そこに埼玉県の阿部さん、千葉県の加世田さんもしっかりとマークしている状態なので、はい、ここからの切り替えがとても楽しみなだと思います。はい、去年連続、優勝を果たした長野ディフェンディングチャンピオンとして2年連続優勝を目指しています。去年の優勝もこの長野のこの和田の区間賞からこの1区始まったんですよね。はい、そうですね。ただ今、神奈川県の吉村さんもしっかりと食らいついていますので、はい、この高校生の走り、はい、2人の走りがここからも、スパートとして見られたらなと思います。長野の和田、そして千葉の加世田、埼玉の阿部、そして宮城の三浦、そして清田は今手元の時計で3秒差ということにちょっと遅れてきました、はい、さらには神奈川の吉村、この辺りが先頭ですが、また長野の和田がタスキを取って、すでに右手にタスキを握りしめて中継所に向かっています。第1集団は6人、そして清田は現在6位です。
6人ともたすきを取って長野が先頭です。それに加世田がついて、去年のレース争い再現となるんでしょうか。信州のなでしこです ね合言葉は信州のなでしこでいこうということ。またストライドが伸びてちょっと差が広がりましたか。はい、いい走りです。和田さん、スケールの大きな走りになりました。2年連続で高校生がこの区間賞を取るとなれば史上初の快挙です。それに埼玉の阿部がついていく。大学1年生加世田も3番手。おっと、ここで阿部だ。阿部の力がここで勝るのか。プライドですね。一気に置き去りにしていきます。実業団のプライド。千葉の加世田、さらに長野の和田と続いていきます。そして神奈川の高校生吉村礼美も頑張っています。さあ、最初のたすき渡しとなります。第一中継所は福島テレビ酒井勇樹アナウンサーです。阿部ゆかりが先頭で忍ぶ橋を一気に駆け下りてきます。100メートル手前で号砲が鳴ったかのような短距離選手のような腕の振り、そして伸びやかで大きなストライド。世界選手権マラソン日本代表清田彦、17都道県のトップアスリートを引き連れて、今年は埼玉がトップでやってきました。阿部ゆかり待ち受ける三木桃香へと今たすきリレー、19分24秒、続いて長野、そして千葉、さらには神奈川が来ました。そして宮城頑張った。清田は苦しみました。静岡です。スターターはリオデジャネイロオリンピック女子 5000m 日本代表小西美咲さんです。この後スペシャルゲストで出演していただきます。黄色のたすきをつないでいく 42.195km のストーリー、第34回東日本女子駅伝がスタートしました。大学実業団のランナーと将来の魅力ある中高生の逸材がたすきをつなぐ東日本女子駅伝、18の都道県チームが出場。ナンバーカード1の北海道から順に4年ぶりの入賞を狙う地元福島、連覇を目指す千葉、さらに群馬、埼玉、注目の東京も戦力充実、長野、静岡も優勝を狙える力を持っています。ふるさとの夢を託されたこの18チームで東日本の頂点を争っていきます。1区には大学陸上界のスター、千葉の加世田梨花、静岡の清水真帆、群馬筒井など気鋭のランナーが揃い、ハイレベルなレースが展開されそうです。収穫の季節に栄冠をつかみ取るための大事な一区、この後ランナーたちが競技場を後にしまして、福島路の6キロを駆け抜けて2区へとたすきをつないでいきます。世界の舞台を見据える選手、さらには新たな時代を築く次世代のランナーたちが晩秋の福島に彩りを添えます。多くのオリンピックランナーがここ福島から生まれています。将来虹色に輝く可能性を秘めた原石たちも、たゆまぬ進化の物語をここから描いていきます。ふるさとの誇りをたすきに込めた9区間 42.195km、 平成最後の東日本女子駅伝、2年後の東京オリンピックへつながる新たなヒロイン誕生の瞬間へ、最終9区まで熱き思いを描く極上のドラマが待っています。1区18人が国道4号線を一段のまま南下しています。集団を引っ張るのはナンバーカード5番秋田の鈴木優香、大東文化大学の1年目、そしてその後ろ千葉の加世田梨花、名城大学の2年生、大学駅伝ではライバルとなるこの秋田と千葉のそれぞれのエースが集団を引っ張る形となっています。このレース解説は増田明美さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。最初の1キロ3分15、例年よりも早いペースで入ってきました。5秒早いですね、はい、この鈴木優香さんね、この前の全日本大学女子駅伝でも大東文化大で12人抜いてますからね。もう階層を超える爆走でしたよね。でも悔しがってるのが千葉の加世田さんですから、はい、で静岡の清水さんも出よう出ようと今思ってるので、これは1区から今年は面白いですね。1区豪華なメンバーが揃いました。そして歩道側には埼玉の後藤夏子選手もつけています。依然として先頭の映像、鈴木優香が引っ張っています。そしてひときわ小さな身長148センチの千葉の加世田がピタリとマーク。そしてその後ろからですが、ナンバーカード17番の長野萩谷楓もここにつけていく形となりました。萩谷もいい選手ですからね。いい選手ですね。長野県はね、長野東高校がいつもね、総合力としてあのチームを立ててますよね。レースが続いてますけれども、千葉の加世田、表情をご覧になっていかがですか。とっ
ってもいいですね。今日はもう加世田さんやる気満々ですからね。今はあのラインゲームのつむつむにはまってるそうですよ。そうなんですね。そんな女子大生っぽさもありながら、実際レースになってみるとこの小柄な体でどこにそんなパワーがあるんだという走りを見せてくれます。で隣のね、秋田のこの鈴木さんっていうのがまたね、すごいらしいですよ。あの大東文化のね、あのチームメイトに聞きましたら、鈴木優香さんは朝起きるのが苦手でアラームが鳴っても起きないことがあるんですって。だからそのくらいこれ大物でね、あの彼女のアラームが鳴ってるから他のチームメイトが起きちゃうそうです。この中間点3キロを迎えようとします。最初の仕掛けどころです。先頭集団をフォローする第一放送車、フジテレビ森翔一郎アナウンサーです。先頭集団はまもなく中間点の3キロポイントを迎えようとしています。18チームのうち2チーム、青森と栃木、この2チームが落ちて、現在先頭集団は16チームという形で、まもなく中間点3キロのポイントを迎えようとしています。まもなく中間点です。中間点のタイムをまずお伝えしてまいります。中間点を今通過、中間点は9分54秒くらいで通過、この1キロは3分19秒でカバーしています。第一放送車の解説はパナソニック陸上競技部コーチ、この大会神奈川県代表として2011年2012年には連覇のアンカーです、ロンドンオリンピック日本代表吉川美香さんとともにお伝えしてまいります。吉川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタートから秋田の鈴木優香、大東文化大学の1年生期待のルーキーですけども、ずっと引っ張ってますね。そうですね、すごく冷静に本当闘志むき出しのような形で引っ張れているかなと思いますが、はい、本当千葉県の加世田さんがそこをさらにライバルして負けたくないと言っていたので、チラチラと見ているところも伺えるので、本当に楽しみな、これから楽しみな、4キロ以降になってくるかなと思います。このナンバーカード12番千葉の加世田は、森の都駅伝で連覇を果たした名城大学のエース、去年もこの1区を走りましたけれども、わずか4秒及ばず区間3位に終わって区間賞を取り逃しました、はい、そういう去年の悔しさもあるでしょうし、前を行くライバル校である大東文化大学のこの鈴木への意識というのもあると思います。非常にこの2人が、ライバル感をむき出しにして、まずは先頭争いを演じているという状況、その後ろに埼玉の後藤夏子ベテランがしっかりと前の方を見ているという状況で、長野の高校生の萩谷も前でレースを進めてますね。そうですね、本当にあの2人をマークしているような状態で、ちょっとだけあの気持ち、あの表情が曇ってきた部分はあるんですけども、ちゃんと体は動いているので、しっかりついていってほしいなと思います。さらには前の方にはナンバーカード18番の清水真帆、アンカーには清田を構えているという静岡、さらにはアンカーに東京新谷が構えている東京なんですけれども、東京はこの集団の真ん中あたりという形でまずはレースを展開しています。先頭集団は吉川美香さんの解説で優勝争いをお伝えしてまいります。選手たちは県庁通りを走ってきました。パッケージが少しずつ縦長になってきて、ここで加世田が先頭に変わろうとしています。加世田が引っ張っていく形となりました。そして清水が、増田さん、ピタリと静岡がマークしていますね。はい、静岡の清水さんがね、さっきから出よう出ようってしてるんですよね、清水さんは去年の大学4年生はインカレ 5000m チャンピオンですからね、スピードあるので、あのラストスパートが効く人はいいんだけど、加世田さんみたいにあのロングスパートがいい人もいるので、だからこの辺が駆け引きですよね。あの叶えないなと思ったらこの辺から出ていかなければいけない選手もいます。そろそろ加世田は仕掛けどころと捉えるかもしれませんね。例年この辺りが、森さん、これちょっとペース上がりましたか。ペースそのものは上がっていますけれども、まだ吉川さん、どうでしょう、仕掛けてるという感じなんでしょうか。そうですね、まだ仕掛けているというよりもばらけてきているような形には見えるんですが、はい、あの本当あの静岡県の清水ですね選手、あの動きがだんだんちょっとピッチが速くなってきているので、ここからもう一段階っていうところが楽しみかなと思います。今4キロ過ぎて13分11、この1キロは3分16でカバーをしました。先頭集団少しずつ人数が絞られて、前には秋田、千葉、静岡、さらには群馬、この辺りが先頭でレースを進めています。そして集団は間もなく県庁に差し掛かろうとしています。 4.6 キロ地点です。この県庁右に曲がりますと、突き当たりを右に曲がりますと、1区は残り1キロちょっとということになります。このクランクでまた勝負どころになりますが、縦長になっています。福島が遅れ始めています。そして
ナンバーカード5番の鈴木優香、依然として引っ張る形となっています。先頭集団がばらけ始めました。しかし先頭譲りません。秋田の鈴木、ピタリとマークしていくのが清水、それから千葉の加世田、宮城の高校生木村里奈も増田さん頑張ってます。頑張ってますね。また木村里奈さんいい走りですね、腕といいね、この足の動きといい、手足の長い走りが印象的です。柔らかい。そしてナンバーカード10番の群馬筒井咲穂、それから17番の長野萩谷楓、16番の高山琴美が歩道側にいます。その直後からは赤坂よもぎ、こちらは埼玉医科大グループ1年目、左にカーブを取ってあとは直線になります。先頭依然として秋田、2番手静岡、3番手千葉、4番手宮城、それから群馬、長野、新潟と続いていきます。さあ森さん、これは加世田がロングスパートかけましたか。吉川さんどうでしょうか。仕掛けますね。本当に5キロを合図にドン、という形で今ちらっと清水を見ましたね。いや、はい、今しかしここで群馬の筒井が出ました。はい、群馬県チームの筒井さん、本当後ろで息を潜めるようにしていたんですが、一番冷静に走っていたかと思うので、一気にそうですね、群馬県、千葉県、静岡っていうところが先行していますね。5キロを16分27で通過して、その5キロ通過を合図に、まずは実業団の2人、この筒井、そして18番の清水、静岡、この群馬と静岡が出てきて、そこにぴったりついているのは千葉の大学生の加世田、そこに秋田、ずっと引っ張ってきた秋田の鈴木もなんとか食らいついている状況、さらには高校生の萩谷がこれ必死に離されまいとしてますね。粘ってます、本当に粘ってますね、この粘りが果たしてどうかというところ。現在先頭集団が4人から5人という形に絞られてきましたが、ここで静岡の清水が前に出ました。清水の走りは吉川さんどうでしょうか。そうですね、動いてます、本当にここからのもう一段階のスパートでどれだけ、差をつけられるかっていうところだと思うので、いや動いてますね、ピッチ上がってます、はい、昨年 5000m の大学チャンピオンとなって、今年社会人1年目、今年も充実のシーズンを過ごしてきましたが、その清水をさらに加世田が今、はい、歩道側からかわそうとしています。腕振りもすごく力強く変わっているので、加世田選手が本当にもう一段階スパートをかけたような形かと思います。前に静岡の清水、そして千葉の加世田、加世田は去年4秒を追わず区間賞を逃しました。ここから登っていきますが、ここからがポイントだとレース前に話をしていた加世田。静岡の清水とのマッチアップ、そして今3位に秋田の鈴木がついているという状況、群馬の筒井は4位に落ちました。加世田が前に出ました。加世田素晴らしい走りです。中継所に向かいます、いいですね、加世田が素晴らしい走り、もう一段ギアを上げてきました。譲らないのがいいですね、はい、今年はロングスパートになっています。さあ最後の絞り出し、加世田先頭、まもなく第一中継所、仙台放送牧光大アナウンサーです。千葉と静岡の両者の激しいつばぜり合い、トップに躍り出たのは千葉の加世田です。連覇を狙う千葉、加世田にとっては3年連続1区を担当していますが、自身初の区間賞が見えています。その差はおよそ何秒でしょうか。千葉がトップ、そしてその後静岡を追っています。まもなく第一中継所へと向かっています。この両者のつばぜり合い、さあどちらか、今静岡が抜きました。清水真帆が最後抜いて、さあ区間賞は静岡、初優勝へ好スタートを切りました。そしてトップとの差は本当わずかで、千葉が行きました。群馬、秋田も続いています。宮城、長野、そしてその後は神奈川もやってきました。ここまでトップとの差はおよそ10秒あります。東京が苦しんでいます。アンカーの新谷まで2分以内なら十分優勝は可能だと話していました。たすきをつなぎ、秋の福島を彩ってきた極上のドラマもいよいよ最終章に突入しようとしています。先頭は千葉、後続を大きく引き離しました。第8中継所テレビ静岡、鈴木俊博アナウンサーです。新谷仁美が今ニコッとカメラの方を向きました。ただその前には胸に手を置いて大きく深呼吸しています。プレッシャーを感じているのは間違いありません。さあ今年もまた記憶に残るドラマが待っているんでしょうか。アンカーにタスキをつなぐラスト10キロ第8中継所、まずラインに立ったのは、大きく手を挙げたのはナンバーカード12番千葉です。待っているのは加世田梨花、2年ぶり10回目の優勝へ加世田が待っています。新谷とは逃げ切るには32分台前半が必要、1分30秒は欲しいと言っていました。さあ千葉、
2年ぶり10回目加世田行きました。優勝候補千葉加世田が行きました。さあこの千葉からカウントダウン、東京新山では一体どれくらいのタイムの差があるんでしょうか。さあ同じイエローのユニフォームナンバーカード4番大健闘宮城です。宮城力丸楓から斉藤凛が待っています。19歳、2年連続3回目、ただアンカーは初めて、いろんな競合がいる中でプレッシャーを感じている宮城。さあ力丸から斉藤凛に宮城たすき渡りました。宮城第2位。まずは千葉、そして宮城が29秒差という形となりました。アンカーの加世田ですけれども、今日は珍しくサングラスをして飛び出していきました。やっぱりこれ渋井さん、サングラスしない加世田がしたのはなんでなんだろう。やっぱり集中したいのかなと。 あとはやっぱ日差しが強いのかなと思います。今日ターゲットタイムが32分50秒ぐらいと話していましたけれども、それぐらいを出せばいくら新谷といえどもという印象でしょうか。加世田さんっていうのは私は成田高校の後輩なんですけど、すごい面白い子でね、今回も千葉県チームとしては加世田のところまで、ね、あの1分半でいいって言ってるんですけど、本人は新谷さんだったら3分欲しいって言うんですよ。だからバカなこと言うなって言って加世田もっと頑張れって言ったんですけど、こう、まあ、冗談もあってね。今回は後続とどれぐらいなんでしょうか。再び中継所です。待っているのは話題が3年ぶり3度目の優勝へ手を挙げました。先月の全日本大学女子駅伝3区 6.9 キロに、さあ道の境10キロへ、さあ話題が行きました。長野第3位で襷が渡ります。さあ2チーム並んでやってきた。ナンバーカード10番優勝候補群馬、そして14番神奈川、並んで並んで神奈川群馬同時に襷が渡りました。さあそしてナンバーカード11番埼玉が五島真央から吉田霞に襷が渡りました。新谷は言います。前にいるランナーを追うだけ、抜くだけ、トップに立つだけ。その向こうには去年を上回る30分台のタイムが待っているんでしょうか。さあ時計は刻まれる。2分30秒経過。さあ新谷にタスキを取るまで一体どれぐらいになるか。並んで静岡もやってくる。新谷が手を挙げた。東京新谷の伝説、2年連続逆転に決まるのか。新谷行きました。そして静岡並んでいきました。東京新谷が走り出しました。トップ千葉との差は2分45です。新谷さんの舞台が整いましたって感じですけど、ちょっと差がありすぎるかな。トップとの差 900m です。もう第二放送車からは東京の姿が見えてきましたね。坂根さん、かなり遠くの方ですが東京新谷の姿が、まあ、この直線、広山さん、この今少し下ってるところですけどね、目が絵持ってくれればよかったです。あんまり見えない、ちょっと黄色まで歩きました。ポツンとなんですけれども、本当、そのぐらい今カメラで、はい、かなり望遠にして見えるぐらいなんですけれども、それでもやはり早く入ってきていますね、そしてね、和田さんがね、今日10キロ、はい、初10キロなんですけども、あの怖いものはないと言ってたので、思いっきり行ってほしいです。そしてね、一歩ずつ、しっかりした走りで、いい走りです。3位の長野の和田優奈ですね。その和田優奈、最初の1キロ2分55で入ったんですが、その長野の和田を捉えている私たち第2放送車、そこからでも新谷の姿が少しずつですが、まだ小さいですけれども、ちょっとずつ大きくなっている、そんな状況です、ではリポートバイク、最初の新谷の1キロ伝えてください。センター坂井さん、最初の1キロ2分53で入りました。2分53突っ込んで入りました。みるみるその前を行くランナーたちの背中が大きくなってきています。千葉加世田の走り、最初の1キロ3分かなり突っ込んで加世田としては入ったと思うんですけれども、ここまで走りいかがでしょうか。そうですね、突っ込んで入ったようには見えないぐらい余裕を持って走れているかなと思いますし、本人も言っている通り、私は体幹がぶれなくて腕振りがとても大きいんですっていうところをしっかりと軸にして、いい走りが続いているかなと思います。名城大学のエース、逃げる千葉の加世田梨花、後ろから、斉藤凛は宮城の斉藤凛なんですけれども、もう姿は全く見えなくなりましたね。はい、全く見えません。回走が続いています加世田です。この加世田は先月の森の都で区間賞を取って大東のライバルを倒して弾みをつけてここにやってきました。やっぱりライバルを前のレースで倒してくるっていうのはやっぱりいい弾みになりますよね。乗ると思います、この時で市立船橋でね、高校時代から強かったライバルだった関谷さんね倒したから、渋井さんのライバル誰だったんですか。一番
ライバルですか。もう私もう自分だったので、あ、いなかったの、人を意識するっていうことがなくて、もう本当自分の弱さと戦ってました。なるほど、ひょっとしたらこの加世田も今自分とも戦い始めているのかもしれません。加世田の声です。過去4回出場していて、ずっと1区を走らせていただいてきたので、まあ、距離も10キロと伸びて不安とかもあるんですけど、しっかりと次につながるように楽しく、走れたらいいなと思っています。ユニアシバシアードの日本代表としてハーフマラソンも体験していますから、まあ、10キロという距離は問題はありません、うん、あとはそのスピードをどれだけ維持して後ろから来る怪物とどう戦うかですが、いかがでしょう。本当鬼ごっこですね。もう鬼は新谷仁美さん、はい、みんな逃げて逃げてって感じでね追いつかれないでっていう感じで、まあ、逃げてますね加世田さん、はい、最初3分、それから3分7、3分12と少しずつタイムは落ちながらも刻んでいます。そしてここを登ると今度タイムがなかなか渋井さん上がってこなくなりますよね。そうですね。いかにここからですか。台で行けば全然逃げ切れますよね、うん、今の加世田さんは謙虚に言ってましたけど、32分50とかって32分20ぐらいではいけません。あ、そうですか。彼女しかも先導っていうの、うん、先導者がいるので、そうです、そこをやっぱり目指してね、はい、コンスタントにタイムが刻めていくっていう、あの先頭の強みがあるので、うん、みるみる、うちに大きくなってきて、あ、もう捉えそうです。その差がじわじわっと縮まってきています。さあセンターライン際から一気に行きそうです。群馬の石井久美を、さあ後ろから新谷仁美がじわじわっと迫って、その差1メートル、ほとんど並んだ並んだ並んで内からかわしていきました。並んで並走することもなく東京の新谷一気に5位に上がりました。そしてちらりとも石井の方を見ずに、ただ前だけを見て淡々と進んでいます。ちなみに今の1キロが2分56です。2分56また上げてきました。また上げてきました新谷仁美。この石井も地元の声援、福島出身ですから沿道からは地元の声援も飛んでいるんですが、ちらりとも見ることなくあっという間にかわしていきました。新谷仁美快走が続いています。映像先頭です。千葉の加世田、こちらはもう高回転ピッチで刻んでいます。まもなく中間点ですけれども、これを右に曲がって少し行くと中間点です。でもやっぱりあれですね、追われてる恐怖はあると思うんですけど、今中間点を通過しました。先頭で走ってる以上16分2秒で通過していきました、まあ、32分前半中盤でカバーできるタイムで通過していっています。2番手で宮城がやってきました。斉藤凛大学生、17分10でカバーしていきました。トップ千葉とは1分37秒差、そして長野の和田、神奈川と続いていきます。1分48秒差、そして新谷が来ました。今通過、2分2秒差、30秒詰めました。あ、5キロで30秒大きいですね。ここから、まあ、加世田のタイムが少しずつ苦しくなってくるでしょうから、一気に差を詰めたいと考えるのか、それともパッケージとして前を追っていく戦法を取るのか、新谷がどういう戦法を取るのかにも注目です。県庁前通りに戻ってきました。プレッシャーをこう意識しないためにも、千葉の加世田は今日サングラスをしたっていうのはそういうところにもあるんでしょうか。ね、普段はしないですもんね、はい、加世田さんは本当に、彼女はね、あの頭が全然揺れないでしょ、うん、これ体幹がすごくて、あの補強運動を人の 2,3 倍やるんですよ。であとね、彼女の強いところジョックのペースが速い、だいたい1キロジョックのペース、1キロ3分40でいきますペーランドですね、速いですやっぱり渋井さん城西高校教えてるじゃないですか、伸びる選手、強い選手ってジョック速いですか。あのね、やっぱりジョグちゃんとできる選手は強いです。あ、そうなんですね。特徴らしいですね。ジョックこの加世田は素晴らしい走りを見せています。軽やかな足音が聞こえてきます。高回転ピッチ、加世田と言いますと身長がないんですけれども、この高回転ピッチで誰よりも速い高回転エンジンが持ち味の一つになっています。大きく見えるんで、 148.6cm って刻んでるんですけど、でも子供の頃は加世田さん絵を描くのが好きで、
これファッションデザイナーになりたかったんですよ。そうなんですか。そうな、今もだから今もイラストとっても上手です。ちなみに神奈川と東京の差が先ほどの中継所45秒差でした。今新谷がこの直線でも見えるようになってきました。現在2位が長野、和田の力走が続いています。そして3位神奈川、そしてその後ろ4位が宮城。さあ広山さん、はい、本当にこう東京新谷の姿が近づいてましたね。どんどん近づいてますね。で和田さんもね、時々ちょっと苦しそうな表情はするんですけども、はい、一歩一歩は大きくてね、しっかりした走りしてます。長野の和田、そして神奈川の山口が現在3位、そして4位が現在宮城、そして長野と10秒差まで来ました。東京の新谷仁美の姿がどんどんと大きくなっています。では連覇に向けた新谷の声です。はい、いつも通りな感じです。どんな形で助けをもらっても優勝を目指して頑張ります。坂井さん、宮城をかわしました。東京の新谷が宮城をかわしました。現在4位に上がっています。並んだ3位に、そして今2位の長野に並んで、そして全く見ず、ただまっすぐ前だけを見て今2位の長野に並びました。平山さん、はい、ただここでね、和田さんと山口さんが、はい、ちょっとでもつこうと頑張ってます。そうですね、この長野の和田の腕の振りどうでしょうか。必死に食らいついていますが、そうですね、ちょっとでもね、ついて、その世界の走りはどれぐらい速いのかっていうのをね、体感してほしいなと思います。名城大学2年生の和田優奈、その和田が必死に東京の新谷に食らいついています。どうでしょう、第一放送車からこの戦い見えているんでしょうか。第一放送車谷岡さんです。先頭加瀬の走りは変わりません。7キロから8キロも3分14、素晴らしいペースを刻んでいます。今ちょっとですね、道がカーブして見えなくなってしまったんですが、それまでは見えてましたね。はい、直線ではしっかり見えていました。加瀬田選手、中間地点までは動く走りをしていたんですが、中間地点から動かす走り、本当に気持ちの伝わるような走りを続けていられると思うんですが、後ろから、追ってくる新谷選手が、強いと思って諦めるのか、一緒に走るチャンスだと思って糧にするのかで、はい、その選手、今日一緒に走る選手の人生が変わってくるんじゃないかっていうふうに思うっていうふうに話されていたんですけど、本当に、アフリカ勢と戦ってきた新谷だからこそ、伝えられるメッセージだなと思いますし、うん、一緒に走るチャンスだと思って糧にしているのが加瀬田さんだなというふうに思います。この加瀬田は大学に鳴り物入りで入学しました。名城大学1年生の時はスーパールーキーとして活躍、ただ2年生の時により強い1年生が下から入ってきて人生初のスランプも味わいました。そのスランプから脱していよいよ3年生のシーズンを迎えています。全日本大学女子駅伝は先月行われて初めての区間賞を取りました。いい経験を積んで、さあ後ろからまもなく第2放送車が見えようかという長い直線に来ています。この放送車が前に見えるとやはり気分的には追う立場としては違いますよね。思いますね。まもなくあと1キロというところになります。しかし加瀬田も決して楽な走りではないですよね。うん、でもいや加瀬田さん頑張ってる。これは逃げ切れますよ、うん、逃げ切れますよ。さっき一瞬しかつけなかった和田さん、はい、長野の和田さんが名城に入ってきて、加瀬田さんはそれまでずっとトップだったんだけど後輩から刺激を受けたんですよね。でも和田さんも一瞬しかつけなかった新谷さんをこれだけね、はい、逃げてるっていうのはすごいと思います。新谷さん、しかし間もなく新谷も取り付け道路に入ってきます。逃げていく加瀬田、しかし新谷が本当に30分台 このタイムでこのアンカー区間をカバーできるのかというところにもぜひ注目をいただければと思うんですけれども、またこの8キロ3分01、なんかもう抜いてほしいのと抜かれてほしくないのとすごく複雑な気持ちで見ています。私いろんな気持ちで見たくなってしまいます。はいはい、第35回東日本女子駅伝です。しかし新谷といえどもここは厳しいか。加瀬田、サングラスは取りません。表情は分かりません。うっすらと汗を浮かべたまま残り 700m です。一番でゴールテープを切ることだけをイメージして走りたい、そう言っていた加瀬田です。千葉はね、京都での都道府県女子駅伝で今年は優勝しようっていう合言葉でやってますから、そういった意味では加瀬田さんはまた新谷さんとはまた別の重圧っていうんですかね、うん、自分がエースですからね、
もう いい意味で背負ってるもんがあるんですね。はい、さあ大学長距離界を牽引する千葉の加世田、小柄な体にパワフルなエンジンを乗せ、見事東京のアンカー新谷仁美のプレッシャーをしのいでみせました。加世田が伝説の1ページにその名を刻みます。新たな時代、令和の幕開けに新たな時代を切り開き、歓喜の競技場にトップでやってきたのは千葉加世田梨花です。晩秋の福島で東日本の頂点の景色、優勝の光を今年見るのは千葉となりそうです。最終区9区アンナーの大学陸上界のエース千葉加世田が歴代最多の10回目の優勝へひた走ります。台風災害で苦しんでいるふるさと千葉の思いも乗せて9人が疾走しました。1区風間、2区佐藤奈々、3区山崎、4区中学生鈴木が力走、5区加藤、6区篠塚区間賞、7区成田高校2年生小堺がトップとの差34秒差を逆転、そして8区中学南が快走し、アンカー加世田にその思いをつなぎました。たすきをつないだ9人全員がしっかりと前を見据え、自身と向き合い高みを求め、ひたすらに晩秋の福島を駆け抜けました。加世田は大学2年の時、自分自身が耐えきれなくなり自信をなくした時がありました。苦悩の日々から自ら殻を破り復活、今や大学長距離界を引っ張るエースです。さあそのエース加世田が間もなくフィニッシュテープへと向かいます。優勝への階段をそれぞれの区間のランナーが築き、アンカーに託しました。さあそして東京新谷が今競技場に入ってきました。今年も規格外の走り、異次元の走りを見せましたが、どうやら千葉加世田がそのまま逃げ切りそうです。来るべき飛躍の時に向かい、未来を見据え、もう間もなくフィニッシュとなります。千葉加世田、新たな時代の幕開けを今千葉が飾りました。東京新谷を振り切りました。千葉歴代最多の10度目の優勝を飾っています。見事振り切りました。千葉アンカーの加世田、千葉優勝を決めています。2時間18分56秒というタイムで千葉フィニッシュとなりました。さあそして新谷7位でタスキを受けました。トップとの差は2分45秒差です。なんとそこから一気に2位まで順位を上げました。去年は1分35秒差を大逆転して優勝に導きました。最強の生まれ高い歴戦のエースが今年も衝撃の走りを見せています。7位から一気に2位へ、優勝へは届きませんが、その走りはしっかりとこの福島で存在感を見せています。もう間もなくフィニッシュとなりそうです。去年は区間新記録を打ち立てたこの区間、新谷今2位でフィニッシュになりました。トップ千葉にはいけませんでした。あっとタイムが30分52という記録を打ち立てました。新谷です。しかも1万メートルの自身の記録、それも上回る記録で今フィニッシュとなりました。3位が長野、そして4位神奈川ということになりました。千葉チームの皆さんです。おめでとうございます。まずは初めてのアンカーを務めた加世田梨花選手にお話を伺っていきます。初めてのアンカー、今日走ってみていかがでしたか？初めてのアンカーだったんですけど、途中結構向かい風が強いところもあって心が折れそうになった時もあったんですけど、沿道の千葉頑張れとか梨花頑張れとかいう声にすごく背中を押されて頑張ることができました。ありがとうございます。走っている最中どんなことを思いながらゴールを目指したんでしょうか？とにかく1位でゴールするっていうことだけを考えて、もう前の中継車だけを見て走りました。去年は4位という、まあ、悔しい結果に終わりましたが、今日改めて優勝してみてどんなお気持ちですか？やっぱり、1位を取って、女王の座に返り咲くっていうことはやっぱりすごく嬉しいことなんだなっていうのを、改めて実感しました。ありがとうございました。優勝した千葉チームの皆さんでした。おめでとうございます。